ピンホールカメラ。ピンホールカメラは、写真レンズを使わない針穴、ピンホールを利用したカメラである。針穴写真機とも言う。構造が簡単で容易に制作できるため、理科の教材や工作の題材としてもよく使われ、また、夏休みの工作の題材としては、時期的に撮影対象として適した、明るくかつコントラストが強い被写体を、安いという利点もある。 被写体の各点において、乱反射、散乱した光のうち、ピンホールの一点に到達する光線のみを通すことで、像面に被写体の像を得るという、最も単純なカメラの方式であり、実用的なレンズの開発以前からあったカメラである、初期のカメラオブスキュラの原理と全く同じものである。このカメラを簡単に作るには、箱、射光が目的なので、 光を通さない材料で余計な穴などがないことが必要。あん箱の一面の中央にピンホールを開ければよい。箱の反対面にトレーシングペーパーなどを貼った窓を作れば直接観察できる。ただし得られる像がレンズの場合と比べてかなり暗いので最低でも簡単なバイザ風のフード。できれば大型カメラでピントグラスの確認の際に使うような被り布。 冠布があるとなお良い。理想としては、箱の内側は反射防止加工をし、内部反射を抑えることが望ましい。写真機として写真を得るには、写真フィルム等の観光材料や撮像素子などを置いて、像を得る。しかしやはり像が暗いため、露光時間を十分に取る必要があり、三脚など、しっかりと固定する手段を考える必要があるのが、レンズによって高速なシャッター速度が得られる。 カメラの工作との違いである。インスタントカメラ用の観光材料、いわゆるインスタントフィルムを使うと、その場で結果が得られるので露出時間を加減しての、取り直しもでき便利である。特に、従来のピールアパート方式のインスタントフィルムは、照射面側に像が得られるため反転させる必要があったが、富士フィルムのインスタックス、いわゆる、チェキは、利面照射なのでそのままでが得られる。 伝統的な写真材料としては、因賀紙を使うのだが、その場合、ネガの反転像が得られるので、密着焼き、コンタクトプリントの容量で再度反転し、ネガを得れば、成立したポジ像となる。レンズ交換式一眼レフなど、レンズ交換式のカメラがあれば、レンズ代わりの蓋に使うボディキャップを加工するなどすると、簡単である。レンズによる修行によって像を作るのではないため、 通常のカメラにおいてレンズの焦点に関して議論されるようなパラメータは基本的にはない。しかし画角などについては焦点距離と全く同じである。すなわち写真レンズの議論における理想的な無限に薄いレンズの中央がピンホールの位置であり、ピンホールからフィルム面までの距離が焦点距離に相当する。 なお、口述するが、理想的なピンホール系に関して被写体までの距離への依存性があるため、その点ではピンホール写真にもピントがあるが、実際の写真ではまずわかるようなものではない。はっきりした像を得るためには、ピンホールの大きさは、一般にかなり小さくする必要があり、普通の大きさのカメラでは例数ミリメートル程度、詳細は、口述、像が暗いため通常のカメラと比較して、 非常に長い露出時間を必要とする。典型的露出時間は1秒から数時間、場合によっては1日くらいまでも露出することがある。これは、フィルムではなく因果誌を直接使う場合には、像が大きいことで面積あたりの光量が下がるのに、加え、因果誌の感度がフィルムと比べて、数段低めだという理由もある。あるいは大光量のフラッシュを使うといった技法もある。 波動工学により、理想的な、径が無限に小さい天井のピンホールであっても、それを通った光が作る像は点ではなく、光線の解説により、エアリーディスクになる。そのため、ピンホールカメラをはじめ各種の光学系では、理想的な場合でも解像度に限界がある。顕微鏡などの性能の検討においては、各種の理論式があるが、分解能の記事を参照。ここでは、 ピンホールカメラの工作の目安程度として議論する。なお前述のように、ピンホールカメラでは、その画角について、ピンホールからフィルム面までの距離が、レンズを使った場合の焦点距離に相当するので、以下では便宜上その距離を、焦点距離と呼ぶことにする。被写体は無限遠であるとし、光の波長を、ラムダ、ピンホールの半径を、R、焦点距離を B とすると、の関係にあるとき、 最も鮮明な画像となる、この議論では省いているが、係数が存在するはずでその値については、議論があると思われる。本当に、理想的なピンホール系を実際に求めるのであれば、実験的に行うことになろう。しかし、ピンホール系と、焦点距離の間には、このような事情、逆側から見ると平方根に比例するという係りがある、という点については確かと見てよい。 次に近距離の被写体に対しては以下の公式となる。この公式での C は焦点距離、U はピンホールから被写体までの距離とする。ラムダを400ナノメートルとすると、これはかなり短い。理論的には視覚に与える影響が大きいとされ、両端である赤と紫の中間である緑の波長で計算することも考えられる。 ピンホールの直径焦点距離の長さは0.2から25、0.3から56、0.4から100、0.5から156、0.6から225、0.7から306、0.8から400、0.9から506、1.0から625となる。さらに前日のようなピンホール系と焦点距離の関係があることから次のような議論が成り立つ。 非可的にイメージサークルの小道は焦点距離に比例する。一方で理想的なピンホールの小道は焦点距離の平方根に比例するのであるからピンホールの小道が理想的であるとするとというトレードオフがある。得た像の引き伸ばしは理想的にできるものとする。前者の理由により作品作りを探求するピンホール写真家はブローニー版・イヴァやシートフィルムなど 大きな観光材料を使いが、その場合、コストや取扱いの面倒さは置くとして、代償として長い露光時間か明るい被写体を必要とする。その逆が、超小型ビデオカメラの類で、ピンホールレンズ等と、俗称しているものはレズを併用しているが、NTSC では操作線は525本であるなど、解像度は大して必要なく、 撮像素子もフィルムカメラのイメージサイズに比べて極めて小さい一方、1コマあたりの録行時間が限られるため明るい像が必要なわけであるが、そういった条件にうまく一致する。詳細は、中のリンク先を参照のこと。カメラを大型にした側の極北としては、太陽観測専用に、焦点距離4メートルピンホール直径2.6ミリメートルとした例が知られている。 レンズを使用しないため、パンフォーカス描写とレンズの特性に由来する周差がない、ことは、ピンホールカメラの大きな魅力の一つである。無論絶対的に理想的なわけではなく、ピンホール系に由来する甘い像となることは不可避で、あるし、前述のように解説による限界もある。また、長い露光時間のために、静止した被写体でなければ、被写体ぶれもある。 周差がないという特性のため、かなりの広角まで樽型などの歪曲なしに撮影できることも魅力だが、原理的に、個細に四乗速による周辺光量低下は理論通りに発生するので限度がある。さらに、ピンホール周辺に厚みがあると、そのために一種の光景色のようにして、さらに周辺光量が低下する。そのため、ピンホールらしい。 超広角撮影を狙う場合は、ピンホールの円の綺麗さだけではなく、周辺の厚みについても気を払う必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。